今6時40分くらいで、雨のちょっと暗い朝です。ジャン君、ポンちゃんは窓に集合しています。ポンちゃんが右に乗ってるからそっちには物が置けないね。一つだけ置かしてもらうかな。やっちゃんくん、はい、ポンちゃんに入れ替わっちゃったね。になりました。昨日ですね、このジャン君人形も発見されたのでここに飾ってみました。ジャン君どこ行っちゃったかな。さあ、もうちょっと時間が経って明るくなったら集合してくれるでしょう。ジャン君、ホットカーペット気持ちいいですか？行っちゃうのかい？ジェン君の後ろのお花の中にですね、またこのドライフラワー、ガラス容器入り原色ドライフラワーですね、正式名ね、をちょっと配置してみました。どうなってるかな。まあ造花もいいんですけれども、やっぱり本物ですよね。こういう感じね。このドライフラワーですね、基本的には直射日光は避けねばなりません。今日は、朝から雨が降っていてですね、今はまだ小雨がまだ降り続いているかな、それほど日差しは強くないので、まあ、とりあえずここに置いてみました。
ちゃんとした、保存方法というか、まあ、使用方法をすると何年も持つこの色がですね、ものだそうです。ママが戻ってきたので迎えに行っちゃいました。かわいい。はい、クリスマス仕様になってきました。ジャン君、はい、やっくんびん、ちゃんの方もかなりこってりした感じですが、クリスマス